熊本市の、小学校に来ました。ちょうど北区になります。こちらではですね、500人から600人の住民の皆さんがこの体育館の中で一夜を過ごしたということです。ここにはですね、いわゆる行政からの直接的な物資の支援というのはほとんど限られているということで、インターネットの呼びかけなどを見た有志の方々からの、寄付、そういったもので賄われています。断水していまして、水が出ません。ですからトイレの水などは、プールから汲み上げて、住民の皆さんが、バケツで確保しているという状況です。でまた地域の方々がボランティアになって、その方々も被災しているんですが、その被災された方々の支援に、住民の皆さんが当たっているという状況です。